はい、こんにちは、おっさんチャンネル。どうも、ゆうきちです。おっさんです。そして太郎です。太郎社長です。で、太郎社長がですね、はい、今回すげえ秘蔵のデータを見せてくれるってことで、マジで動画撮ってます。はい。それがですね、衝撃、年収でこんなに違うの、婚活事情。いや、これはね、やっぱり結婚するのであれば気になる。それはそう、年収は。それはそう。で、まあ、そんなに違うと言ってもどうなんだろうっていうのはこうピンとこないじゃないですか。ないです、我々としては。いくらとか ね何パーセントとかね、うん、もうだって土橋社長はそういう、もう日本の婚活事情のビッグデータを持ってる。ビッグデータ、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 He has a big data。 Yeah。 ということですよ。はい。それをね、ちょっと見せていただこうと。はい、今のくだりいらなかった。いいんですか。お願いします。あの、これは個人情報ではないので、はい、確かにグラフなの で、 大丈夫ですね。はい、はい、じゃあちょっと解説をお願いします。はい、見せた方がいいですかね。はい、簡単に。年収が高い方の方が、うん、若い方とお見合いが組めやすいと。いや、これそれぞれが年収になってるんですね。そうですね。向かって左か、はい、こちらが年収が500万以下の男性の方。500万以下、はいはい、で、ここ次のバーがですね、500万から800万まで、799万まで、うん、で次が800万から1000万まで、999万までで、ね、1000万以上の方と。1000万以上、うん、分かりやすいで分けてるんですけど、まあ、500万以下の方だと、この色は何ですか。それぞれ何歳差の方とお見合いを組めるか、何歳差とマッチングできるかってことですね。そうですね。で、この黄緑色、薄い黄緑色が、まあ、同年齢ですね。自分と同じ年齢の方とお見合いを組めてる、うん、黄緑色で同年代なんだ、はい、すげえ、なんか上の方かと思った。で、はい、次の濃い黄緑色、濃い、まあ、緑色か、はい、が1歳から3歳下、まあ、大体こう普通のレンジですね。次の水色、薄い水色が4歳から5歳年下。へえ。で、1000万以上の人は年下とばっかり組んでるってことですか。そうだ、そういうデータ。まあまあ、そういう見方が、ね、組みやすいですね。組めるってことです。はい、なので一番下の紫が11歳以上下の方とお目が組めてる確率と。嫌なやつら。あ、でもやっぱり男性はやっぱ年齢の、はい、若い方とお見合いを組みたいという方が結構多いので。まあ、そりゃそうですよね。はい、なので1000万以上の方だと約 42% が、ああ、4割、はい、今日11歳以上下の方と。 42% が11歳以上下とお見合いをしてるわけだ。すごいな。それに比べて500万以下の方だと 12% ということなので、ああ、まあ、1000万以上の方の方が4倍若い方とお見合いを組めるみたいなイメージのデータですね。でも、まあ、12% あるっていうのはちょっと救われますね。500万以下男子としては。そうですね。0とかやったらね、ちょっとあれだけど。YouTuber 500万以下男子なんで。はい。はい。ちなみに500万以下男子の僕だったら、はい、マジョリティはどの辺ですか。どの辺がボリュームゾーンですかね。なので、はい、ここ同年代。ここになって、はい、一番組めてるのはそれでもね、1歳から3歳下の方ですね。下なんだね。まあ、でも普通のレンジですよね、これで考え、確かに、本格で考える、うん、1歳から3歳、まあ、それが一番安定しますもんね。うん、そうですね。で、女性もやっぱり年代近い方にお申し込みしたいという方が多いので、はい、うん、そういう意味では普通なのかなと思うんですけど。確かに。さっき話した通り、逆に女性の方で同じぐらいの年代層で年収の高い方とお見合いが組みたいという、なるほど、僕らのボリュームゾーンでいうと30代後半ぐらいの年齢の女子が入ってきた場合に、うん、1000万以上の方とお見合いが組める率っていうと大体この辺になるので、ちょっとグラフ見えないと思うんですけど。本当だわ。 2,3% ぐらいですね。こんなもんです。あ、男性としては、まあ、希望はこれぐらいなんだっていうのは、あるけど、女性が普通の希望を言うともう 3% になっちゃうってことですか。すごより高い条件を目指そうとすると、いなくはないし、ね、申し込む権利はあるし、だけれども幅が狭くなるので、すごく頑張って続けるか少し視野を広げるかっていうのがすごい重要になってくるかな。なるほど。年上を選択する男性の少なさもすごいですよね。これこうしてみるとちょっと疑問だったので、所長質問があるんですけど、うん、はい、これって、興味深いな。男性が希望も入ってます。
希望っていうかその、はい、年下と組みたいとかっていうのも入ってます、はい、入ってます、入ってます。お互いのリクエストの結果ってことですよね。そうです、うん、それで組みやすさが出てるってことですか、うん、はい、あの基本お土産を組めてるということは、はい、お申し込みをした相手が OK を出したということになるので、うん、なるほどなるほど、はい、じゃあこれはもう会えますよっていう希望の結果と、はい、結果なるほどなるほど。なるほどね。あんまり上の人を希望したりしないんです、男性が。女性に対してやっぱりこのサービスの特徴はさっき言ったあの表面に全て出てしまうので、うん、プロフィールが。そうですね、はい、なのでどうしても数字が出たりとかするとそれに引っ張られる可能性は高いですね。おっさんの年収って戦闘力みたいなもんですからね。本当ですね、うん、村人レベルです。僕なんかそうですね、2とか3ですか。5とかですよ、この辺は。3万とか絶対勝てない。海王権10倍でも勝てない。体力の限界ですね。髪の毛真っ白になっちゃう。ただまあこれでなんか、うん、なんていうのかな、落ち込んだりとか、うん、あのダメなのかなって思わないでほしいのは、うん、あくまでもそのお見合いが組めるかどうかで、うんうんうん、その先も結構重要なんですよ、うん、まあ、さっき言った表面が重要ではあるんですけど、うん、お見合い組めるからって必ずしも結婚できるわけじゃないし、まあ、それはそうですね、確かに。であの僕らがあのお世話している相談所の方、うん、たちはあのこういう仕組みだけではなくてそれぞれのこうつながりで紹介をしたりする場合があるので、なるほどね、そうなると、うん、ご縁、そこでご縁がつながって、うん、結婚できる場合もありますし、なるほどね、はい、いろいろあります、ね、なるほど。データだけではないかなと。でもこの表を今僕じーっと見てたんですけど、ものすごいなんか女性の戦いなんだなっていうのがちょっと見えてきますね。婚活市場って、ちょっと見ていいですか、はい、ここの要はグラフをここよく見てみると、ここのところだけがボリュームゾーン、つまりプレゼンスが上がってるわけなんですよね。上がってる。要はここの女性の、つまり年収が上がれば上がるほど、うん、若い女性の方のその影響が大きくなってきてる。そうですね。で純粋にそこの上の人たち、つまり4歳5歳年下とか、はい、同じ同年代っていうのは上に追いやられちゃってる状態、うん、っていう感じですもんね。これそれぞれのパーセンテージで表してるから、多分そのプレゼンスが現れてる、つまりそこのどれだけ影響力があるかっていうか、要はその1000万以上の男性を獲得するために女子がすごく暗躍してるっていう。本当に少ないパイをすごい人数で奪い合ってる感じ、うん、三国志みたいな ね、うん、呂布みたいなのがいるんだろうね。1000万、1000万じゃあ怖いですね。怖い怖い、うん、あとなんか別 の、 あのうちのデータではないんですけど、はい、研修で使ったデータで。これはあのビッグデータの残酷な真実っていう本を、データビッグデータ、はい、だってあのアメリカの出会い系のサイトのデータを、アメリカの出会い系ねやつなんですけど、このグラフ、ビッグデータの残酷な真実っていう本を見ると載、はい、っているってことですね。載ってます、うん、これは何ですかこれ、クイズね、なんか、うん、ラインが斜めに引いてあって、はあ、うん、あなるほどね、赤い数字がですね、はいはいはい、こう斜めに入ってるものと縦にこうズドンと入ってるんですけ ど、これはですね、うん、女性が最も魅力的に思う男性の年齢と、はあ、男性が最も魅力的に思う女性の年齢、なるほど、ね、お互いのまあ好みの年齢と、ね、性的指向が性差があると、はいはい、なるほどね。戻るとですね、左側が女性なんですね、はあ、ちょっと皆さん見えないので申し訳ないんですけど、女性はですね、大体こう、こっちが20歳で下が50歳なんですけど、大体自分の年齢に近しい人が好みだと。確かに。年齢が上がれば上がるほど徐々に好みの男性も上がってってる。そうですね。で、細かく言うと、20代の頃から20代から30代にかけては、確かにクロスが生じてますね。ちょっと年上が好きなんですね。で、30代から40代にかけてどん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 、ちょっと年下が好きになっていくっていう。でもまあ、おばちゃんが韓流スターにハマる論理ですね。残酷だな。まあ、あでも この図で見ると36の僕すげえ売り手市場じゃん。ずっとだってそれ37くらいだよ、ずっと連続してる。確かにね、うん、だから40代50代狙ったらもう入れ食いってことじゃないですか。可能性があるってことですね。やったぜ、はい、でコメントお待ちしてます。右側があの男性の好みなんですね、はあ、これあのズドンと落ちてる。本当だ。
えこれってもしかして何歳まで行っても20代でも50代でも20代が好きっていう。ダメだよ。でもね、男だけなんでね、言いますけど、男って本当バカだなと思うんですよね。これは女性禁止にしましょうか。うん、決して女性を見ないでくださいの動画にしましょう。うん、じゃあ、ここからじゃあリミッターなしで話します。今までリミッターつけてたんですね。そうそう、ゴロちゃんがリミッター解除して。すごい。この性差の違いがあるので、まあ、できるだけ女性は早いうちに活動された方が、なるほどね、有利かなと。さっき言った僕の売り手市場が、はい、男は36、7ぐらいに来て、はい、女子はもう20代前半なんですね。はい、なのでできるだけ本当に若いうちに活動された方がまあ有利かなと。さっき言った数字が出てしまうので、あの20代の方と30代の方と40代の方が一緒の場所で戦わなきゃいけないんですね。戦場が一緒だからね、はい、残酷だな。たまに言うんですけど、20代の方はちょっとね、これはセクハラとか言われたら申し訳ないんですが、うん、まあ、戦闘機に乗って婚活市場に戦いにしてるんですよね。あのこれ本当解除、助手席に近いですよ。もうあのミサイル持ってね、そうですね、あの話の流れが見え始めたのエリア攻撃してね。で30代になると、はい、まあ、ちょっと戦車になると。戦車になってね、まあ、戦車の機械ですね、うん、まあ、まだ戦える、まだ戦える、うん、で40代50代とかになると、うん、まあ、あの手製の武器で、手製のね、言い方がね、言い方竹槍ってことですね。石斧とかイメージですね。イメージになってしまう。戦略兵器に対して竹槍叩かないといけない。これ絶対女性には再生ダメです、ダメです。で無理ですね。竹槍持ってるのに上からドローンポーンと。この表現が合ってるかどうか分かんないし、ちょっと失礼な話になってしまうかもしれないけど、うん、なるほどな、現実的にそういうイメージを持ってやらないと。なるほど。だから竹槍で何かをしようとすると、うん、もう接近戦で、なるほど、ね、ピンポイントでとか、あのうまく考えてこう戦略を考えていかないといけなくなるし、こんな話になってしまった。僕最初土橋社長からこの話でやりませんかって言われて、あ、このおっさんはもう年収低い僕みたいなおっさんはマジダメなんだみたいな、あ、このギャフンって言って終わるつもりが、こんな女性にシビアな現実見せられるとは。本当つらい。今そう、女性の方が人数が多いので婚活市場で。そうなんですか。大体64で女性の方が多いので、女性の婚活をしてる人そうです。64なんだ。女性がこう積極的に頑張らないと、そのお目当ての方っていうのかな、好みの方にあの接することができる可能性が低い状況なんで、しっかりやっていただきたいのと、あとはまあこれが。おお、データ。データで丸裸にされていく僕らの社会。さっきのあの、この好みの数字をね、はい、なんかこう合わせた、で帯にした感じの図なんですけど、なるほど。これ男性は30歳までは、あの魅力的に思うゾーンというのはね、結構散らばるんですね。まあ20代の方が大きいんですけど、はあ、確かに。それこそ40代50代の方でも素敵だなと思う男性の方はまあまあいるってことですね。じゃあ逆に男性は若い人の方が散らばってて、おっさんになってくればくるほど若い子に惹かれる。そうなんですね。ここの境、こう黒い線の境なんですけど、これおっさんってバカだね。30歳なんですよ、はいはいはい、30歳を超えるとパタッとこうここのラインで、それはラインは何歳なんですか。ここはですね、女性の 35歳のラインなんですよ。だからすごく現実的になってくる、ね。中心検索をしたり選ぶ可能性が高くなるのが、まあ、ここまでで、つまりそのシステムの中で男性は35歳未満で検索をかけてる人が多いみたいな話になっちゃうってこと。そうなっちゃう。そうですね、やっぱりあの出産を考えたりとかお子さんのことを考えると、そうですよね、だいたい男は自分のことを顧みないじゃないですか、まあ、僕らは男なんで今言いますけど、うん、確かに今だったら男性に原因がある場合も多いけど、そうですね、そういうのはあまり顧みずにやるので、うん、確かにこんなデータもありますよ。うん、そうなんだ。残酷ホワイトが、すごいホワイトが。なのでそうなんだ、やっぱりこういうサービスを使う上で分かっておいた方がいいこともあるし、あで外で活動したら活動したらどういうことが起こるかっていうのをしっかり分かって活動した方がいい。でも女性やばいっすねこれ。ただこれやっぱり前提として
知るのと知らないの全然違いますね。そうです、動き方というか、本当に戦場に行くのにそこの地形が分かんないとか、うんうん、いやこれ女子高生に見せるべきですよこの動画。そうですね、うーんっていう気がする。リアル、あのキキキリンさんがさ、はい、死ぬ前にね、はい、言ってたのが、お亡くなりになった、はい、お亡くなりになった、はい、あの女性はもう、ね、そんなんて19、20歳とかそれぐらいにもう世の中のこと分かんないうちにバーッと結婚してた方がいいって言ってたんですよ、うん、それはまあイメージでしょうけど、うん、なんかデータを見ると、うん、確かになんか選んでるうちに年を重ねてしまってみたいな、うん、勢いとタイミングがすごい重要なので、これを見ると男性は30歳で正気になるんでしょうね、おそらく。あの現実的になるんだと思いますね。30歳に正気になるのね、うん、30歳まではノリで行ってるんだけどってことでしょうね、うん、まあ、はい、結婚相手として見てないっていう可能性はありますよね、ここまで。やっぱりお相手を探している状況で、その後になるとすごく現実的になってくるってこと。確かに、結婚相手として相手を選ぶようになるということですね、うん、この相手何歳ですか？40、ここが40歳、40から45歳、50歳ですね、はい、まだ20代の頃って40代とか、うん、でも分かりますよ、僕すごい魅力的に感じてましたもん、いいなって思う、うん、思ってました、ね、思ってました、今でも思ってますけどね、うんうん、ちなみに私も妻が年上なので、あら、あら、はい、もう結婚されてどれくらい？今7年目になりましたね。で同じ干支なんで。同じ干支、はい、年上で同じ干支ってことは一回りってことですか？そうです。おお、ちなみにここの2人も同じ干支なんです。あ、そうなんです。全然どうでもいい話。犬ワンワンワン、はい、そういうことなんですね、はい、あの奥さんとはどう出会われたんですか？あの経営者の会の二次会みたいなところ、はい、あ、じゃあ奥様も経営者もともとされてるんですね、はい、サロンをしてて、まあ、そういうところでお会いするとその年齢差は関係ない場合もありますよと。確かに奥さんやり手ですね。さっきこればっかり言うとなんか嫌われそうな感じだった。確かに。あ、なるほどね。そういうことね。年齢ですね、データとちょっと違うと、じゃあもう30、なるほど、35歳を超えた女性はウェポンが竹槍になるから、うん、ゲリラ戦に行けということですね。面と向かって戦える場所を見つけるのも一つです、うん、戦争の形が武力による対決じゃなくてね、ゲリラ戦に変わってるんで今はね、うん、そうなの。婚活市場も35を境にゲリラ戦に変わるんですね、うん、ベトナムじゃなるの。そう、今ね、いわゆるそのテロリストとかあるじゃん、うんうんうん、あれって結局戦争の形が変わっただけなんだよね。まあまあね、真面目な話になると急に。いいよいいよ、その話好きなんだよ。要はさ、もう本当に原爆とかさ、うん、もう本当に広範囲のやつをこう先進国が持ってるっていうなるから、うん、アメリカ VS 中国はもう成立しないんだよね、うん、こう戦争として、うん、だからそこに対して抵抗するにはゲリラ戦しかないっていう、テロリストアタックしかなくなっちゃうの、ね、なるほどね。アメリカと戦うには。あ、その話いいじゃん、締めに。ね、うん、まあ出るは良くないけど、まあ、うん、そういうことでしょ、だから。そう、なので、うん、まあ、圧倒的な武力を持つ20代女性に立ち向かうには、うん、ゲリラ戦。ゲリラ戦だわ。経営者の友の会に行って、うん、12歳下の土橋さんを狙いましょう。はい。意外といるかもしれない。ちょっとなんかね、物々しい話になってしまって申し訳ない。本当に物々しい話になりましたね。シビア。これも女性はなしで。なしで、なしで。あの意図が伝わればいいかな、はい、あの言葉がね、あんまり良くなかったので、うん、本当それは申し訳なかったなと思うんですが。今データと違うと話されたのね。なんか、うまくこう、いやでもよくそうですね、ここ、うん、考えて、うん、分かった上で、うん、自分に合ったサービスを使うっていうのが、うんうん、あの、ね、結婚に近づく一番の近道かなとは思ってます、うん、でもなんかこう動画を撮ってきて思ったのは、うん、土橋さんは本当に誠実な人だと思う。ありがとうございます。ちゃんと現実を提示して、かつゲリラ戦みたいなさ、うん、ちゃんとその抜け道っていうか逃げ道っていうか、うん、方向も提示してるし、うん、夢を下手に 見させずにさ、うん、そうね、そう、なんかね、こうふわパッとしてない、ちゃんとこう、うん、地に足がついてる。じゃああれですか、その出会いの場でも、はい、やっぱり笑顔で、そうですね、見出しもちゃんとして、はい、コミュニケーションで、はい、で、あの、うまくいったんですか、うん、そうなんですかね、こればっかりは私もわからないんですけど。じゃあ今度はね、奥さんをゲストに、はい、あの土橋のどこが良かったか動画を撮りましょうか。大丈夫かな、家帰ってから大丈夫かな。そうですね、はい、で そしたら今度はまた太郎ちゃんの反論動画出させていただいて。ああ、そう、続くんですね。そうですね、
というわけでね、はい、いろいろ長々取ってきましたけど、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ結婚相談所も ね、 そうですね、選択肢の一つとして、はい、考えていただければ幸いです。それぞれの動画にね、はい、リンク貼っときますので、はい、ぜひ試してみてください、はい、あとねチャンネル登録もぜひお願いします。お願いします。ということでね、ゲストは土橋社長でした。ありがとうございました。というわけでありがとうございました。さようなら。さようなら。